総裁か投資をもって、ワンチームとなって、当たる決意であります。今月17日付で第75代警視庁総裁地課長に就任する井ノ口徹警視は福岡県北九州市出身で、通算13年の捜査一課では数々の凶悪事件を担当、防犯カメラの解析などを専門とする捜査支援分析センター所長や鑑識課長を歴任しました。